日本の政治家。元愛知県尾張朝日市長、元尾張朝日市議会議員。愛知県豊山町に生まれる。尾張朝日市立東栄小学校、尾張朝日市立東中学校、愛知県立朝日が丘高等学校卒業。1994年3月、名古屋大学工学部情報工学科卒業。同年、日本電気系列グループの中部日本電気ソフトウェアに、 就職。1999年4月に行われた、終わり朝日市議会議員選挙に出馬し初当選。2010年、議長に就任。2011年4月24日の市議選で4選。2012年2月4日、谷口浩治終わり朝日市長が病気を理由に辞職。2月6日、谷口は、水臓癌のため、名古屋市内の病院で死去。 これに伴って3月25日に行われた市長選挙に無所属で出馬。元市議の坂、小明園、自民党が推薦する会社役員の佐藤勝美らを破り、初当選した。当日有権者数、63,774人、最終投票率 40.、40.88%2016 年、無投票により再選。2018年11月15日発売の、 週刊文春11月22日号において、市職員の女性と不適切な交際をしていたと、写真入りで報じられる。水野は、報道を全面否定していたが、11月28日、同義的責任を取りたいとして、市議会定例会で辞意を表明。同日夕方の記者会見で、相手方と500万円で時短にしたのは事実と述べた。12月31日付で辞職。 ありがとうございます。